はい、こんにちは、深夜です。で今日は10月10日ということで、ドラムの日ということで、今日10月17日です。ドラムの日、ナンバー8です。ドラムの日ということで、今日はドラムセットの紹介をしたいと思います。これが今回のツアーで使ってるドラムセットです。もうこの透明のやつにしてから結構長いですね。5年ぐらいですか。5年ぐらいですね。わかんないですけど。まずバスドラが24インチです。これなんか中にビルワングレーって書いてありません？これ多分最初のグッズのタオルじゃないですか。旧ロゴっすもんね。誰が入れたかわかんないですけど、言うてようですけど、なぜこのタオルかわかりません。で、ラックがこんな変な組み方しています。変なんですか、これは。深夜さんの希望っすよ。前にありますよね、一本。そうですね。で、そこから多分生やしてる感じですね。そうです。はい、チャイナは、なんとこんな下から、おぉ、グオーンと、出て、グオーンといってます。それはどういう意図があるんですか？見栄えですか。見た目のみですね。そうです。そうですよね。この辺から生やせばいい話ですもんね。それまあ普通の人はまあここからピョンピョンっていくんですけど、ね、まあ、このグオーンって行きたかったんで。で、まあこっちも、下からグオーングオーンとなってます。そうですね。前真ん中で重なってたじゃないですか。はい。なんでそれやめちゃったんですか？まあちょっと5年ぐらいやってて飽きたんで、ちょっと今年から話してみようかなと。ここのシンバルも割と、グオングオンとなってます。確かにそうですね。くの字型というか。で、ラックはゴールドで特注のやつです。もう今できますか？これはもう今誰が言っても作ってもらえないです。これがタムです。そうですね。ちょっとヘッドなんか黒っぽくないですか？ヘッドはガーデンシアターのライブからちょっとスモークっぽいブラックにしてます。はい、誰も気づいていません。お客さんってことですか？はい、まあ、お客さんどころか誰も気づいていません。で、10インチ、はい、12インチ、はい、13インチです。はい、多分。で、フロアがフロアが16インチ18インチです。そうですね、多分。で、左手がサイドフロアがありまして、はい、ロートタムがあります。はい、で、後ろがない感じですね。ヘッドが、あ、そうです、これヘッドがないです。はい、取ってますね。はい、これはサイドスネアですね。こっちにメインがあって、これがメインがあって、こっちにサイドスネアがあります。これはどういう使い分けですか？これはですね、例えば鱗とか、はい、これがなかったら、はい、こうなっちゃうんですけど、はい、これがあると、やりやすいですか？やりやすいです。交差しなくていいんで。はい、確かにやりやすそうでしたね。まあ、あとアグリーとかで使う感じですね。アグリー、はい。そうですね。でも、これもまた復活したの最近ですよね。そうです。はい。素材からですね。10年前とかは、なんかあったイメージありましたけど。藤枝くんはこれ15年ぐらい前、はい、僕のセットを組んでましたが、はい、バリバリ組んでましたよ。その時と比べてどっか変わってますか？いや、点数は少なくなってますね、シンバルとかは。え、もっとめっちゃあったんで、僕の時は。ああ、ウロボロス出した時とかもう我や見とてのためにベルみたいなのをハット側に4つぐらい階段状にしてたり、はい、ありましたね。はい、あとミニチャイナ使ってましたね、当時。え、どこに？なんかこの辺に、このスプラッシュの代わりに14のミニチャイナとか使ってましたね、マーロンの時とか。何の曲で使ってたんですか？いや、なんか普通にスプラッシュ使う感覚でもほぼ全曲使ってました。えー、はい、全然覚えてないです。それは覚えてますね。で、あとラックがもうそもそもこう二重ラックだったじゃないですか、あ、両脇。あ、で、シンバルももう4つでかいの上にボーンって4つあって。4つ？4つありました。え、このサイドフロアの上ぐらいにももう1枚ありましたね。ああ、ここですね。メインで真ん中2つに両脇1個1個みたいな。ええってなんですかね。あとは、まあ、シンバルがまあ、はい、穴が開いてます。
スプラッシュは2枚重ねてます。これとあとこっちの方ですね。はい、はい、試しに取ってみると、はい、まあ、こんな感じですこの黄色い紙がここにあります。あ、これは瀬取りがなんとここに置いてます。僕はおー、そこ見やすいんですか。見やすくはないけど、まあ、ここしかないです、ね、あ、場所がないってことですね、はい、これもこのすごい隙間から、はい、例えばスピルドミルクとかもスピーだけで判断してます、はい、本当だ、まあ、柵は分かるんですけど、リペティションは、リペティションも リペで判断してます大変そうですね、本番中見るの。照明も暗いんで、そうですね、こうやって、あ、やってるんですね、ます、はい、ディル・アングレーは一文字の曲が多いんで、はいはい、赤とかおぼろとかは見やすいですね、はいはい、あとここにスティックホルダーがあります。これも落とした時にすぐパッと拾えるようにですね、はい、こっちは左手を落とした時に左で、あ、これ大事ですか。これ大事です、はい、あとなんと、はい、ツーバスなんですけど、はい、ツインペダルでやっています。これは何か意図があるんですか。まあ、ツインペダルの方が、はい、あの足の位置が、はい、いい感じで置けるっていう。ああ、そうですよね、ツインペダルの方が足の置き場がいい感じにできると。そうです、はい、だからこれはもう、はい、巨大なハイハットを止める道具として活躍しています。そういうことですね、はい、ペダルはパールのレッドラインみたいなやつでしたっけ。そうですね、割と新しめのやつですね。片足早く踏んで、おお、藤枝くんも元ドラマーということで、はい、どんなもんですか。どうですかこの台は何ですか。これはまあ、なんか飲み物とかタオルとか置いてます、はい、あとグローブと、グローブです。これは何ですか。これはテーピングです。これは手首巻いてるやつですね、はい、テーピングはまあよく聞かれるんですけど、はい、まああのまあ、定期的に言ってるんですけど、はい、あの手首を痛めてるから巻いてるんじゃなくて、あの痛めないようにあの予防のために巻いてま す、ね、なるほど。もう20年ぐらい、はい、ずっとドラム叩くときは必ず巻いて叩いてます、はい、これもう切らしたらやばいですよね。これ切らしたらやばいです。やばいですね、はい、僕もよく結構あの買いに行ってます。これはなんと、はい、ピップエレキ版の、はい、これ絶対なんですよね。まあ多分まあ何でもいいですけど、ね、いや前違うの買ってたら怒られたっすピップじゃねえダメって言われました。だからあの手首にテーピング巻いてても心配しないでください、はい、でまあグローブはまあ、手汗かいちゃうんで、はい、数曲なら全然グローブなしで叩けるんですけど、はい、まあ、2時間ぐらいとなると、はい、まあ、手袋がないと滑っちゃうんでしています。でこのブロックごとに変えています。あ、ブロックごとに変えてるんですね、はい、確かにグローブはもうずっとしてますもんね。シアさんずっとしてます、はい、まあ、別に、まあ、なくても叩けるんですけど、はい、あとはミキサーがいっぱいあります。いっぱいありますね、はい、まあ、深夜さんがモニタリングするためのものとスタッフさん用のと。この白いこの椅子のとこはこれは何なんですか。これあります。これはもう特注で、特注ですか。白に布を貼り替えました。なんか布もちょっと高級感ある感じ。そうです、はい、これはもう売ってないです、はい、売ってないですよね、はい、深夜さんの中で結構大事なのはやっぱこれじゃないですか。この、あ、扇風機ですか。はい、扇風機大事なんですけど、はい、今ちょっともうこれ当たってないですあのセカンドスナーが来たことによって、そう来たことによって風がもうすごい隙間からしか来なくて最近は暑いですね。ちょっとあれですね、考えたいですね。これは考えたいですね。僕ローディーの時、新屋さんスティックの次に大事なのあの扇風機って言ってたんで。そうですそれは今でも変わってないですか。変わってないです。変わってないですじゃあちょっとこれは場所考えた方がいいですか。まあ、考えてるのは、まあ、このバスドラの中に入れるとか、あ、ここに置くとか、はい、それはダメです。ここが一番ベストです。いやでもあの全然ダメです。お客さんが見えなくなっちゃうというわけで、これがドラムセットでした。さよなら。